本書はアフリカの哲学とその歴史について書かれています。なぜこのテーマで本をお書きになったのでしょうか。理由としては2つあります。第一にですね、やはりアフリカというものの場所のですね、哲学があまりに日本で知られていないという、まあ、非常にシンプルな理由なんですね。でその理由は非常に個人的な経験でもあります。はい、私が大体90年初頭ですので、35年ぐらい前ですか、ベルギーのに留学した時にですね、実際大学院に留学したんですけども、9割と言わないか8割方はアフリカ人だったようなんですね。すごい。はい、ナイジェリアとザイール、まあ、当時ザイール今コンゴですけども多かったと思うんですね。したがって必然的にですね、アフリカ人の中にポツンと日本人とあと何人か、まあ、いわゆるドイツ人とかいたと思うんですけども、いう感じでですね、そこの中でまあ、一緒に行ったわけなんですけども、毎月のようにですね、たくさんいたので博士論文の発表会があったんですね。でそうするとですね、アフリカのこう神話を、まあ、現象学とか解釈の立場で哲学的に解釈したり、あるいはアフリカの政治状況を、まあ、割と現代の政治哲学で分析したり、そういう研究が多かったんですね。で大量のこうものすごい分厚い、博士論文をですね、まあ、いつも発表して聞いててですね、かつ彼らと異色と言わないけども、うん、一緒にお昼ご飯を食べる方が多いとですね、うん、まあ、だんだんアフリカの考え方とか出てきててですね、あと彼らが非常に厳しく、特に西洋の近代のですね、うん、植民地主義時代の思想を批判していたわけですね。でそれを見てですね、帰国したらですね、そういうのって誰も関心が持たなかったんですね。その頃はですね、はい、一応資料を集めようと思ったんですけども、まあ、正直全然ほとんどなかった感じです。うん、でところがですね、しばらく経ってきてこう、本屋さんのですね、いろんなものを見てみるとアフリカ関係の本がだいぶ増えてきたなと。でその頃から10年ちょっと前ぐらいからポツポツと読み始めてですね、しかもかなり分厚いアンソロジーがですね、アフリカ哲学っていうのはアンソロジーが例えばケンブリッジとかブラックウェルとか、まあ、大きな出版社からあ、オックスフォードだったかな、まあ、ドカンドカンと出るようになったんですね。もう5センチもあるような分厚いのですね。でそれが2000年前後だったと思うんですね。でそれをの後にこう読んでいくと非常にこう充実していて、かつ白人が書いたね、アフリカ人自体が書いた論文がすごく多かったんですね。でこれはと思ってたんですけども、まあ、そのちょっとそのまま放置してたんですけども、まあ、最近いろんな国の哲学は重要だねっていうことがなるようになってですね、その勉強を続けました。まあ、それが一つ で、やっぱりこうアフリカ研究自体はたくさんあると思うんですね。特に文化系でいうと文化人類学とか政治学とか、そういった研究です。でもやはり実証的なのでスポット的なんですよね。ケニアなんとか地区における牧畜民族の神話構造とかですね、ウガンダにおける政治構造なんてからかんたらっていう、そういう、まあ、実証的な研究はそういうふうにするのは大切なんでしょう。全体をこう扱って哲学というのはあまり見かけなかったものですから、あまり資料を集めてみてもそんなに集まらない。ですので、まあ、ここは自分がやらざるを得ないだろうというのが一つです。もう一つはですね、やはり私自身がこういわば現代の哲学というのを、まあ、心身問題と言われる心と体の問題を研究している分野に、ずっと研究を続けてたんですけども、いろいろ国際的に西洋の哲学者たちと特にアメリカとかヨーロッパと、まあ、付き合うことが多いんですけども、その中でですね、一定の割合でこう先祖返りしてしまうことなんです。発想がまたデカルトに戻っちゃうのか、またロックに戻っちゃうのかっていう、いやもうそれは終わった話じゃなかったのっていうのがですね、こう元に戻っちゃうところなんですね。でこう先に進んでる人たちが私と一緒に研究してる感じなんですけども、その元戻っちゃうのを見てですね、言語とか文化構造にこう揺らぎがないと発想がこう逆戻りしていっちゃうんじゃないかなっていうのを、この分野に限らずですね、ちょっと私最近のヨーロッパの哲学に感じてですね、ちょっとまあ、もうあんまりこう停滞してるな正直いう感じがしました。どんな揺らぎがあると新しいものが出てくるんですか。やはりですね、私の例えば今言った先進問題の分野だとですね、面白いことをやってるのはですね、意外にこう仏教の影響を受けたものとかですね、 あるいはこう、まあ、そういうの全然関係なく国際的にいろんなことを研究してるものとかですね、やはりこう
多文化性とかですね、言ったものに接している人たちが割と新しいことができて、クラシックにこう何ていうんですかね、有名な大学の中でこう、まあさっき言った、まあ、悪い意味でもいい意味でも象牙の塔がしっかりしてるようなところだと同じ発想になってる。なるほど。アフリカに哲学はあるのか、何を哲学と考えるかということがですね、この本の中で繰り返し問われています。なぜこの疑問重要なのでしょうか。はい、これ自体がアフリカに哲学があるのかということがですね、自体が20世紀のアフリカ哲学の重要な問いだったわけです。まあ、それを私は踏襲しているだけかもしれません。でなぜそれが大切かというとですね、当時一番最初の例えばアフリカ人に対する態度というのは、未開の野蛮人、何も精神性がないというのが一番植民地時代の態度だったと思うんですね。その次に来るのが文化人類、アメリカもそうだったと思うんですけど、もともとその現地に住んでいた、先住民と言われている人たちの文化というのを調べてみると、こうちゃんとしたこう宇宙観とか人類観とか、ある種のこう道徳観というのがはっちりあるよねっていうのが文化人類学の中で研究されてきたと思うんですね。でそれは例えばフランスであればレヴィ・ストロースとか、英語圏であればギアツとかですね、そういうのがこう、たくさん たまってきたと思うんです。したがって、それがある種もう常識化してますので、どこの国の文化にもちゃん、それなりの宗教というのがあって、それなりの人間観とか世界観宇宙観があるよねっていうのはもう共通認識として我々の中にあると思うんですね。それは20世紀のもう、最初からそういうふうな傾向はあったと思うんですが、ただですね、彼らはこう彼らのこう停滞した同じような思想とか同じような宗教の中で繰り返して似たような生活してるよねっていうのが一般的なイメージじゃないんでしょうかね。はいはいはい、例えば伝統的な宗教を固くなといえばいいんやけど、慣習的に守っていて、そこのこう宇宙観には進展がないとかですね、あるいはこう道徳観に関しても、どこの国にも古臭い分残ってるけども、昔のまんまであって変わらないっていうところがあると。つまり批判的に何者かが進行していくっていう、その何かいつまでものものを批判したり、比較したりすることで次のステップに行くという、その進展がないっていう感じがするんですね。で哲学といわば宗教と、通常の意味での、思想とか、人間観と違うとか、哲学はその、自分自身を変えていく批判の力があるっていうふうにこう考えられてるんじゃないかなと思ってますね。哲学というのは今までの常識を、検討し直して、次の新しい考えに行くんだみたいなことがあるとすると、アフリカにそれがないっていうと昔のままだよねっていう意味なわけです。そうではなくて、アフリカの哲学があるというのは、やっぱり自分たちの考え自体が批判的に検討されて、記録されてなくてもそういう進展があるんだっていうようなことが言えるかどうかっていうのは非常に重要なところです。停滞した社会と変化する社会っていうのは、その区別のポイントが哲学になっているんじゃないかなと思います。アフリカの哲学者やアフリカの哲学や思想に巨大な影響を与えた人々を紹介されていますが、その初期の人としてエチオピアで有神論的合理主義を唱えたゼラ・ヤコブという人物を紹介されています。なぜ彼はデカルトと比較されるのでしょうか。デカルトと似てるというよりはですね、生まれた時代がほぼ同じ、はい、デカルト1596年だったでしょうか、もし間違ったら修正してください。でゼラ・ヤコブは1599年だったと思うんですね。ヤコブの方が前、デカルトは50歳、1650年亡くなってると思うんですけど、ヤコブの方はもっともっと長く生きてるんですが、時代的にはほぼ同じ、なんですよね。でかつですね、そのゼラ・ヤコブはあとその弟子のヘイワードっていうものはですね、エチオピアで哲学を著作を書いた哲学を展開していてですね、かつ他から何か影響を受けて、古代の例えば、地中海沿岸のですね、エジプトとかアラビア圏の哲学と違ってですね、ある意味独立でそれが展開したという点で、純粋アフリカ哲学というのがあるかどうか分かんないんですけども、そうした形であると思うんですね。エチオピアの哲学っても言えると思うんですね。どこからこう何かを言う。ところが不思議なことにですね、このヤコブの哲学は通常の私、全部読んでたわけではないんですけど、読んでみると普通の哲学として読めるんですね。普通の哲学って変ですけども、特にアフリカ的なこう個性がこう満載っていうわけではない。いわゆるこう神の存在証明みたいなのをきっちりやって、逆に、いわば
あの宗派というか、あるいはこういわゆる宗教というんですかね、神をもとに人間がさまざまなことを作っていく、そういったようなものを、まあ、宗教と呼ぶとすると鋭く宗教批判するんですね。神を崇め、神のもとに施策を含め道徳を深めるべきだけども、なんとか教のこういう習俗というのは何の意味もないことなんだって、うんうんうん、その厳しい批判をするんですね。でそのこのいうこのふうに言ったら、あのその時代のその社会の中でどういうふうに扱われたかなとまでは調べられてないんですけども、まあそれの点がなんかこう大きな、あのその意味では展開をしたってだけで、まあ同じ時代にデカルトって人がいたので、まあただ比較してるだけで、まあ思想が似てるとは思いません、思想が似てるとは思わないんですけれども、なんか似たような役割をした人なのかなとは思います。ただ大きな違いは、あのその当時のエチオピアというのは書いた哲学者たちもいるんですけど、一方で話してこう議論するだけの公募の哲学というのなんですね。でその記録がどうもや残ってるらしいんですけども、私もこう精密な歴史的な実証研究をやったわけで、その記録が残ってるらしいんですけど、内容、その書いた内容と話されている哲学のどっかの記録を見てみるとほぼ同じである。ということはどういうことかというと、そこで議論されている内容というのは、まあ、書かれた哲学と同じような進展があるんだということなんですね。まあ、それがこの先ほどの問いで、アフリカの哲学があるのかということを、なんか話しているだけだと哲学にならないんじゃないかという、いやそれはそんなことはないということの証明になっているのかなと思って、ヤコブの思想は大切だと思います。アフリカの哲学者、あるいはですね、アフリカにルーツを持つ黒人の哲学者思想家において、西洋の学術的な影響や思想的な影響を受けるか拒否するかということが重要な論点になっているというふうに本書から伺えます。拒否した方とですね、受け入れた方、それぞれ少し例を出しですね、どんな考え方があるのか教えてください。はい、全面的に拒否するっていうこともないですし、かといって全部、まあ、全部受ける人っているのかもしれません。そうすると普通の講談哲学者になってしまいますよね。そういう人っては逆に言うとあまりこう重要性を持たないわけで、まあ、あらゆる現代の哲学も近代以降の哲学もですね、部分的に西洋の考え方を取り入れ、そして、そうじゃない部分は否定するという形になっているかと思います。例えばファノンというのはある意味でこう精神分析というか精神医療というのはこうしっかりを、まあ、やっぱ身につけてですね、それで北アフリカで治療行為を行うわけです。その意味ではこう受け入れていると思うんですね、うん、ただ一方でそれが、その分析力を使って今までその西洋がアフリカ人に成してきたことというのは非常に抑圧的で、いわば構造的な暴力、まあ、つまり暴力とは気がつかないけれども、はいはい、普段にこの人を抑圧して、はい、ある行動を不可能にしてくるような、まあ、警察とか最終軍隊を使って秩序ですよね、うん、そうしたものを課してくるっていうことを、まあ、批判したいっていう意味で、ファノンはその精神医学の力を利用しつつ西洋を批判するってことがあるわけです、うん、あとですね、19世紀か20世紀の頭にですね、法律家たちがですね、うんうん、西洋の法律体系を使ってこれは人種差別というのは人権の思想に反するんだっていうようなことを言った人たち、それは法律概念を使いながら逆に法廷の上でそうした批判をしていくということがあったと思います、うん、まあ、それ同じことは例えばアメリカの公民権運動でもありますよね、はいはい、そういうふうになっています。例えばあと、アフリカの哲学者たちでウィレドっていう哲学者はですね、彼だけじゃないけども基本的に科学というのは非常に素晴らしいものだと、科学的探求の重要性というのはこう素晴らしいものなんだけども、したがってアフリカは見直すべきところがあって、やはり占いとか言ったところとか、あとこういわば、なんか医療に関してもまだ実証性のないものをまだ使ったり信じたりしていると、この辺はいわば、まあ、迷信なのであって、これを科学によって、直していく必要がある、まあ、その点では科学的なものに関しては受け入れているんですけども、逆にこの、道徳観に関しては、まあ、個人主義というのを非常にかなりのアフリカ人は嫌うので、個人主義とやはり人を排除して自分をまず第一に考えることなんだと、うんうん、最初私がベルギーに行った時にですね、アフリカ人がそう言ったんですね、うん、でと思ったんですよね。いやまあそうは言うけど個人がしっかりしてないとって言うけれども、いやでもよく考えてくれって言われたんですね。このデカルトの考え方を例えば取った時に自分以外のところに本当に人に関心がいくだろうかと言われた時にですね、
まあ、考えてみると明治維新以降日本はこう個人を立派に個人を夏目漱石もそうですけども、うん、まあ、夏目漱石の自己本位っていうのは多分若者とは違うとは思うんですけど、はいはい、自分がしっかりしなきゃいけないっていうようなことを、はい、でもその関心の自分の求心性というのがどっかで他人を無視してないだろうかっていうことをアフリカ人に言われたんですね。でそれは結構ですねバツンと確かにと。でそんだけ自分に集中するとなるとやはり利益も自分が結局利益になるかどうかってことを基準としてものを考えちゃわないかと、はいはいはい、でその中で、まあ、知らない他者とされたものというのは略奪されてもう叱るべきっていうふうな扱いを受けないかっていうふうにこうアフリカ人の友人に言われたんですね。彼はザイールの神父さんでした。で彼と仲良かったたんですけども、まあ、そういうのこう彼はなんかロールズとかハーバーマスとか研究してましたね。ハーバーマスで博論書いたはずなんですけど、その方今みたいにネットがないんで音信不通になっちゃいましたけども、で、まあ、ハーバーマスでねカトリックの神父ってなんか矛盾してない方がちょっと思ったんですけど、まあいいやと思ってですね、どっちかというと南米のねどっちかというと何ですか解放の神学的な傾向 の、うん、人たちのアフリカ版みたいな感じですよね、うん、だからそういうのを言った時にですねそれは結構ずしんときて、うん、まあ確かに現象学でも分析哲学でもこう他者っていうのが 最初からこう何か操作する対象のように扱われていて本当の形でこう自分に相向き合うものとして定義されてないんじゃないかって多分西洋内部でも言われてきたし、それをこうズバーンと言われた時にですね、本当こう結構あれですね考えさせられました。それ考えさせられたので今まで続いてきたんで本書いたんですよね。なるほどなるほど。で、まあ最終的にそういう個人主義っていうのは一見するとこういろんなことを言ってるけども最初は結局自分で何かを独占するって傾向になっちゃうんだよ、うんうんうん、で相手とは独占し合ってるのを落としどころを見つけるって形の妥協点しかないんじゃないかっていうふうに言うんですね。結構シンプルだけど重い問いに思いました。ですので、うん、そんな感じで、まあ、例えばその彼もハーバーマスは好きなわけで、うん、まあ、西洋のある部分は受け入れ、ある部分は批判するという形になっているんですよ。むしろ西洋的な概念の使える部分を使って西洋を逆批判していくというのが結構よくあるパターン。そのような形で例えば日本人が近代以降、うん、西洋の植民地とかをあるいはこう、まあね、圧迫を、ね、批判したかというと、うーんと気がつきますか。なんか例えば福沢諭吉とか中江町民とかは、まあ、その西洋のあれを使って自分たちのことを何かしようと思ってるけど、それから見てこの、植民地の態度矛盾じゃないですかっていうことを西洋に向かって投げかけたかっていうと、いやそんなのは聞いたことがないくないですか。私の不勉強なのかもしれませんけども、その視野の広さはアフリカ人の方が全然広い。ネグリチュード運動について書かれた部分ではフランスの高名な詩人アンドレ・ブルトンから評価されたエメ・セゼールや哲学者のサルトルから評価されたレオポール・セダール・サンゴールといった作家について書かれています。西洋支配からの脱却を目指したネグリチュード運動を代表する作家たちが高名な西洋の白人の作家たちからこれほど評価されたのはなぜでしょうか。まずネグリチュード運動なんですけども、まあ大まかに言うと1930年代ぐらいですね、アフリカとか西インド諸島、まあ、いわゆる、カリブ海ですねのフランスの植民地出身の作家たちによって起こされた、まあ、文学的であるかつ政治的で哲学的な運動だと思います。まあ、ネグリチュードというのはフランス語なんですけども、まあ、黒人性とか黒人であること性みたいな意味ですね。で、まあ、それは黒人であることへの自己意識というふうに言うことができるかと思います。でそれはですね、まあ黒人であることを肯定的に捉えてその独自の文化を商用し、まあ、その西洋支配から自らを解放していく、まあ、運動だったというふうに反植民地運動だったと言っていいかと思います。うんうん、でネグリチュード運動を、創始したのは今おっしゃってくださった、まあ、エメ・セゼールとかですね、レオポール・サンゴールとかですね、うん、あとレオン・ゴントラン・ダマスといったような、まあ、人が中心だったんですけども、学生の時代からですね文学的な活動を通して、まあ、アフリカ人たち黒人たちの自立と尊厳を訴えたことだと思うんですね。でそのエメ・セゼールのですね、
文学的な表現をですね、先ほど言ったアンドレ・ブルトンは、多分ですね、ちょっと書いたけど正確に忘れたんですけど、まあ、戦争から避難している最中に、その彼のいた島によってですね、マルチチュード島に島によってですね、そこで彼の死を見つけたんだと思うんですね。まあ、その意味でそのネグリジュの運動が起こったその西インド諸島のフランス領というのは、まあ、植民地ではあったんですが、後いわばこう海外圏っていうんですかね、まあ、半ば植民地だと思うんですけども、でも扱いとしてはフランス人なんですよね。そこはちょっとアメリカとかアフリカの諸国とはちょっと違うところで、一応そのアフリカ人扱い、まあ、ファノンも実を言うとそこの出身です。でその中でですね、まあ、文学的に表現された例えばサンゴールもそうですけども、は当然フランス語で書かれてますので、それが西洋のいろんな文学的な形からよく理解される、まあ、政治的な運動として理解される、まず文学として非常にこう人々にフランス人たちあるいは西洋人たちに訴えかけたと思うんですね。それを通じて、まあ、彼らの政治性というのが浸透していったと考えるべきなんですね。したがってサルトルも、まあ、黒いオルフェっていうね、ところで評価したので、まあ、文学的な運動としてまず気づきながら、それが政治や哲学の領域として評価されていったっていう流れなんだと思うんですね。したがってその私たちが思っているその芸術的な運動というのは、最初からバンと政治来てしまうと、やっぱり敵味方とかですね、そうですね、あいつだと私たちみたいな、こうやっぱ対立図式になっちゃって、こう相手の立場に立つのが難しい感じなんですけども、詩とか音楽とかそういったものを使った時にですね、自分たちの立場をこう流し込むように相手に理解させることができる、そうしたこう強みが芸術が持ってるなというふうに思うんですね。で一つはそのこのネグリチュードは文学が中心だったと思うんですけども、あと、まあ、これはやはり同じように、西インド諸島のカリブ海ではやはり文学がいろんな形で発展していってですね、自分たちの政治状況とか生活の状況というのを理解させることができたと思うんです。でもう一つはやはり音楽なんだろうと思うんです。これはまた別の本が必要なんでちょこっと書きましたけども、実際今、の世界でですね、何か政治的な運動があった時に音楽なしであるのかっていう感じです。アメリカのこの公民権運動も全部そうですけども、ジャズでもロックでも、それ以降の音楽でもですね、やはりそこの音楽性の中にこう歌詞に政治性を込めて、それを注意を喚起とか、あるいはその何て言うんですかね、意識を高めていくっていう活動が行われていたと思うんですね。まあ、その辺っていうのは、まあ、アフリカ人たちが起こしたんだと思うんですよね。この芸術もちろん西洋にもないとは言いませんよ、ただどうでしょうか、国民楽派みたいな、ちょっと重苦しいクラシックはあっても、なんかあんまり何て言うんですかね、中間層以下の人たちは浸透していかない表現だったかなと、ただアフリカ人たちはのした音楽や詩の運動というのはどの階層にも受け入れられるような幅広さを持っていたという意味で、まあ、世界の何ですかね、思想の表現の仕方を変えたなというふうに思っています。これまた、その本と同じぐらい分厚い別の本を書かなきゃいけないんじゃないかと思います。実例をいっぱい挙げて分析していくようなことをしたら、ね、ものすごい分厚いですね。はい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 、ちょっと一人じゃ無理だなっていう考えます。はい、なるほど。生きてる間にできないなと思うので、なるほど、なるほど、皆さん参加してほしいなと思ってますけど、はい、私アメリカに結構長く住んでたんですけど、はい、アメリカで、まあ、映画見たり音楽聴いたり、はい、もう絵とかビジュアルアートでさえ黒人の方が作った時にほとんどそういうテーマが必ず何かちょっと入っている、はい、抜きにしてはちょっと考えられなかったりして、そうですね、私のような日本人の立場からすると、はい、日本人性とか、はい、置かれてる立場とかいう話をいちいち絶対ストーリーに入れないから、はい、何なんだこれはと若干わざとらしいぐらいに感じたんですよ、若い頃は。そうですね、はい、おっしゃる通りだと思います、ちょっとくどいなとか、いつもそれかよというふうに思うかもしれません、ただやっぱり逆に言うと、日本人のような形だけだと、そうそう、なんかこう全然こう訴えかけるものがない、まあ、そうですね、本当のところでこう自分の、まあ、自分とはこういう存在なんだとかこういうのが、まあ、表現であるとすると、その背後にある背景というもので思いをいたした時に、やっぱり政治とか時代とかさまざまな人間関係の表出せざるを得ないと思うんですよね。
ですから、まあ、恋してるんだっていうね、ラブソングでもいいんですけども、それがなぜそういう人とどういうふうに出会ったのかっていうことがあるかには、その背景を考えなきゃいけないと。そうですね。まあ、そこに言及した場合には、政治性は必ずついて回るかなと思います。まあ、ラップとかね。そうなんですよ。日本のラップ、まあ、音楽的にはかっこいいかもしれないけど、政治性ほぼないので。そうなんですよね。まあ、正直ちょっと、ね。そうなんですよ。気抜けた炭酸飲料みたいな。KW 社員さんってラッパーの方が本出された時に、まさにその話をして、どうなんですかっていう話をして、そうだよねみたいな、本の中でやっぱりすごくそのことをおっしゃっていて、はい、だからメッセージが実は日本のラップってあんまないんだよねっていうことはおっしゃって、心地いいですけどね、社会性やメッセージはないんですよねってことをおっしゃってましたね、はい、まあね、今の清志郎さんみたいな形だとメッセージ性があるわけですよね。そうですね、はい、確かに確かに、はい、植民地主義を批判したアルジェリアの哲学者で精神科医のフランツ・ファノンは、黒人が神経症的状況の真っ只中に身を置いていると語っています。差別され、抑圧され続ける状況に身を置いているということが、アフリカの哲学、黒人の哲学においてどのような意味を持っていると思われますか？ファノンは精神、科医としてですね、アフリカで実際治療を行っていたわけです。ただその中でですね、生じてきたのがいくつか問題があって、同じ治療の仕方とか扱い方というのが、うん、北アフリカとフランスのようなところでは、まあ、同じ方法は通用しないということですね。やはりまあ、これは当たり前かもしれませんけども、まあ、自分のことをこう表現するようなことというのを北アフリカの男性たちに求めても、それってこうなんかこう自分らしくないとか、ちょっとそのやり方できないみたいな形で拒否されてしまうところがあるんですね。それが一つ、文化的な差異というのは非常に大きいというのが一つとですね、かつもう一つですね、自分その神経症的な病気の根源を、先ほどの音楽ではないですけども、語っていくと、そのバックにあるのはやはり人種差別の眼差しというのがあるわけなんですよね。で、この人種差別の眼差しというのは強烈にそのアフリカ人たちにの自己形成に関与していてですね、どうしようもなくこう劣等感を感じてしまう。で、その劣等感の中で自分が形成されるので、無理やりにこう暴力的な男性性を表現してみたり、あるいはこう、さっき言ってみたいにこう白人の中にこう逆に溶け込むことによって、自分を下の方に位置づけて安定させるっていうようなことが生じてきたと思うんですよね。そうしたもう元の原因を作っているのは、まさに構造的暴力としても植民地主義で、人種差別である。まあ、そのようにそれがなくならない限り、その神経症的状態がまあなくならないだろうっていうのがファノンの強い思いだったね。したがって、まあファノンはまあ革命のいわばこうまあ何ですかね、広告塔というかだったわけなんですけども、まあそのもとには心理学的なこう扱いをこう深めていくところで、そこで政治的な状況とか人種的な問題というふうにぶち当たらざるを得なかった。まあ、まあ内側をこう掘っていくと、そこに非常に強い政治状況とか、いったものを政治構造的な問題というのを見つけざるを得なかったっていうふうに言いますね。例えば、黒い皮膚白い仮面でファノンがまあ書いてることなんですけども、まあ当然フランスの国籍を持ってるんで、こうフランスに行った時にですね、まあ、ちっちゃい子供がですね、なんか黒い人で怖いみたいなこと言ったんですね。で、それはよくあることなんですけども、そのお母様がですね、その子のお母様がですね、いや失礼しましたと、あなた方と私たちはね、同じようなものであることがよく分かってますよっていう。で、それが仮に例えば日焼けしてしたフランス人であるならば、そんなことは言わないだろうってですね、最初からやっぱ別のものとして扱って、その上でまあ同格のものとして扱ってあげるよっていう態度が見え隠れする。まあ、それがこう気になって仕方なくなったって言うんですね。つまりそのアンティル諸島のにいてですね、周りがまあほとんどがアフリカ人黒人であるといったような状況の中では気にしなかったことが、本国フランスに行って白人に取り囲まれると、そういった目線を気にせざるを得ない。で、それがこう体の形にまで染み込んでくる感じがする。体の意識にまで染み込んでくる感じがするといったようなことを言ってます。
まあ、これがですね、もう行動の非常に細かい次元までその人の人格形成とか、うん、行動の在り方を変容させてしまうということがあります。うん、で、ファノンはまあ随分、まあ、昔の話で、私も生まれる前の話なんですけどもですね、ちょっとこれやや脱線気味ですけども、こんなことを感じるのはですね、ジョーダン・ピールっていうアメリカの監督がいるんですよ、うんうんうん、黒人のコメディアンだったけど、はい、俺見たことあるな、ジョーダン・ピール、はい、映画を最近撮ってるんですけど、何を作ってゲットアウトっていう映画があります。はいはいはい。で、細かく言うちょっとミステリーもんなんで、はい、全部言っちゃうと答えになっちゃうので言いませんけども、はい、ぜひ見ていただきたいのは、はいはい、このゲットアウトで描かれてる、まあ、黒人の主人公が白人の恋人と一緒に彼女の、家族にのうちに行くんですよ、はいはいはい、でそこで白人のパーティーが開かれていて、そうそうそう、自分は黒人一人が行くんですけども、その白人の目線というのがホラー映画なんです。そうそうそう、目線そのものがホラーなんですよ。そうそうそう、結論もホラーな、結末もホラーなんだけど、それはどっちかというとややチープな感じなんだけども、その白人たちが自分の黒人である自分を見る目線の、はいはいはい、そのなんつうんですかね、わかりますわかります、ホラー感。例えばなんかこう運動の話をした時に黒人だからねみたいな、何でもできるよねとか、はい、なんか恋人の話するとやっぱりこう性的に強いだろうとか、フラッと出てくる、フラッと出てくる、いつもそういうの聞いて、あなたのような体が持てたらっていう、これ日本でもありますよね、ポロッと日本人が黒人の方見て、まあオリンピックなんか見たりしたらもう必然的にポロポロ、まあそこ出てきたらめちゃくちゃできる人なんで確かに私もね、アメリカに研究に1年間行った時にジム行きましたけど、すごい体、そうそうそう、思わずなんかちょっとコメントしてしまった、すごい体だなって、これはかなわないなって感じありますけど、まあ彼らが鍛えてて、しかも何ていうんですか、才能のある人がやってるんで、まあひょろひょろもいれば、まあ、小さい人もいるので全部じゃないんですけども、そうそう、まあ、かつ確かに瞬発力でこうもしかして優れてる部分ってあるのかもしれないけど、必ずそのちょっとそっち分けるってことですよね、肉体的に、扱いを全部同じにしてしまう、はい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 、ことなんですよね。まあ科学的にもしかして多少の違いというのはもしかして証明できるかどうかこれは分からないんですけども、我々の見てる目線というのはそんなんじゃないんですよ、うんうんうん、もうまさにステレオタイプに見てしまう、うんうん、でそれがですね結構怖いんですよね、その目線が、うん、その目線の怖さがよく表現されて映画なんで、ぜひ見ていただきたい。はいはい、言われてる方の立場からっていう、はい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 、ですよね。あのテーマ設定自体は先ほど申し上げた68年の招かれざる客と似てる設定なんですけども、確かに確かに、で、ね、でも招かれざる客がいい映画だけども白人目線で作られているなっていうのはこのピールの映画を見てみるとよくわかります。確かこの本の中に、アフリカ史のこの本の中に、はい、デリダの名前が結構出てきた気がしたんですけども、そうですね、はい、でデリダがつまり、うん、黒人の歴史であるとか政治哲学みたいなものに多分言及が多いのかなとちょっと読んでて思ったんですよ、はい、それって彼の置かれてユダヤ人性ってことと何かが比較があるのかなと思ったんですけど、いかがですか。これは難しい問題ですね、パーッと言えないんですけど、これもすごく研究しなきゃいけないところなんですけども、うん、実は言うとちょっと後から出てくるアーレントと、今言ったデリダなんですけども、まあ、両方ともユダヤ人として政府の中でマイノリティの中で置かれてるわけですよね、はいはいはい、でその中で差別されてきたというのは似た構造があるわけです、うん、でその目線というのもユダヤ人の見た目だけで区別パッとできるのかというと、そっちはちょっと難しい、そっちはそうですね、ちょっと難しいかもしれません、ほとんどユダヤ人って多分、まあ、ユダヤ教を信じてる人たちのことなんで、はいはい、ちょっと広いと思うんですよね、はい、うん、まあ、典型的なっていう感じの方いらっしゃいますけども、うんうん、まあ、それだけ区別できないんですけども、まあ、その意味でこう差別されているという状況では似ているのかもしれません、うんうんうん、ただエメス・ゼールが本の中で書かれているのは、そのナチズムのようなユダヤ人差別で、まあ、徹底的な殺戮を行ったんですけど、まああれ極端に言っちゃうと、いや同じことを私たちにしてきたよねっていう、で今度ユダヤ人も実は白人の一味になってこっちにやってませんかっていうことを問いただしたんですよね。これ強烈で、強烈ですね、強烈でですね、強烈ですよ。ユダヤ人は多分言葉を失おうと思ったんですよ。その意味でこう自分のまあいわばすごい被害を受けてきたっていうことに関してこう、まあ、意識があるわけですね。ところが自分が海外側でもあるっていうことに対して、アフリカ人に対して加害側でもあるってことをアフリカ人に指摘するまでピンとこなかったのかもしれないなと思います、うんうんうん、デリダ・アーレントの反応ってはそこの意識なんじゃないかと思います。ああ、なるほど、はい、
脱植民地化や反アパルトヘイトなどの抵抗運動において暴力を使うことを許容するか否か、この辺もですねアフリカ哲学における重要な論点なのかなという印象を受けました。この点についてですねアフリカの、政治哲学界にはどんな議論があるのでしょうか。そうですね、まずこの暴力の問題について論じたのは、ハンナ・アーレントだろうと思うんですね。で、ファノンとそうそうファノンの序文を書いたサルトルはこう一種の暴力賛美である、言ったようなことを言ってたわけなんですけども、じゃあどうしたらいいかっていうのをこの一般的にその暴力はいけませんみたいなことを言ってるだけであって、じゃあどうしたらいいのか、それ以前にファノンの考え方ではもう構造的な暴力でやっぱ警察やその、体制支配という形で散々毎日暴力を受けてるんだと、これに対してどう抵抗したらいいんですかっていう問いになると思うんですね。それに対してその、アーレントは特に何か明暗があったわけではないし答えも出してないと思うんですよ。これは先に言ういわゆる白人のリベラル層の無責任さって、そういうふうにファノンには多分感じられ、後から出てきたんでファノンはもう亡くなってますけども、なるほど、感じられたんじゃないかと思います。で、実際そのような意見というのがファノンリバイバルみたいなのがですね2000年前後にやはり先ほど言った、アフリカのアンソロジーがドバッと出てきた2000前後にですねファノンリバイバルとかなんつうの、復興みたいなルネサンスみたいなのがあったんですね。その時でファノンの暴力論ってもう一回取り上げ直されました。その時にですねやっぱりファノンもどこでも暴力はいつでも扱えばいいって言ったわけじゃなくて、この北アフリカのアルジェリアの現実ではここでこう一つ強烈なことを行動を取らざるを得ないんだっていうのを言ったわけですね。それは南アフリカのですね、アパルトヘイト廃絶の時も、やはり全く暴力なしではなかったので、そのある点ではそういったことをせざるを得ないというようなことを、哲学者たちも考えたと思うんですね。実際私たちも現実の世界の中で、どっかの国を攻撃したり爆撃したりする側に、日本も加担してるわけですよね。そのついて全然哲学とか思想やってる人はもう口つぐんじゃうけども、これちょっとやっぱ先ほど言ったファノンとかあと他のビーコーとかだから出てきますけど、が嫌ったですね典型的なホワイトリベラルのやり口だと思うんですよ。圧倒的にこのいわば批判できない、言うならばいい子ちゃん的な立場を取ってそこから動かないっていう、で実際苦しんでる人たちには全然降りてこないっていう、ですよね。そういうことなんだろうと思うんですね。で実際アーレントのはその後例えば自分がそう発言してですね、じゃあその北アフリカの現実についてずっと関心を持ち続けてそれでいろんな論文書きましたかっていうと、いやないんですよね。だからあまり関心なかったんだなと思わざるを得ないですよね。つまり見て思わず言ったけどもっていう感じで、その場限りのその暴力はいけませんってレスポンス以上ではないかなと思ったんですね。ですからその意味でまだサルトルの方がまだこう頑張ってこうずっと言い続けてるんで、誠実といえばサルトルの方が誠実かなと思うんですね。問題に合ってるかどうか、正しいかどうかは、その時代の状況もあるとして、ただサルトルの取り組みの方が誠実だったんじゃないかなと思うんです。で若干デリラに関しても、ややあんまりこうコミットしてないな感がありますね。書いたりこうカトリックとユダヤがあって、南アフリカの時カトリック性あごめんなさいキリスト教勢力の方が、聖公会ですね、どっちかというと南アフリカで力があるのね、そのカトリックキリスト教勢力の方が力があってユダヤ教の人たちがちょっとマイノリティになっちゃってるぞっていうことを、指摘しているだけであってですね、でそのアフリカ人たちの話はどこ行っちゃったのかなっていう、誰に向かってこの人は話してるのかなって正直思わざるを得なかったです。デリラは誰に向かって話してるの？これはアフリカのアパルトヘイトをやってた人たちの人たちにパンフレット配ってこれ読んでくださいって言う気があったのかっていう。アフリカでは文字になっていない交渉伝統や思想が数多くあると書かれています。説話や詩などの交渉伝統を収集して分析したルワンダの哲学者アレクシス・カガメはどこか日本の柳田国男や折口信夫などに似ているという印象を受けました。アレクシス・カガメの研究の方法をどう思われますか？
もう似てるっていう点では似てるかなと思います。うん、まあ、いわば文化人類学的な方法、あるいは民族的な学的な方法と哲学の関係というのは、もう私たち、あまり考えてこなかったんですけども、うん、そのアレシュカナメというのは民族学的な資料方法も使って、まあ、ちゃんと民族学の方法を使って集めて、文化人類学の方法を集めてですね、それの中でこう思考の発展とか、あるいは賢いとか賢者と言われている人たちを分析するんですけど、そのやり方もなかなかよくできてて、ただ単にあの人賢いよねっていう、頭いいよねっていうのと、本当に優れた賢者なんだっていうのをこう伝統的な社会の中でどう区別されてきたっていうのをちゃんと分析するんですよね。したがって、その真の賢者と言われているものと、頭いいよねっていう感じの、ちょっとこの区別が正確かどうかわからないんですけど言語のあれはアフリカ言語の微妙なところって私つかめてないところあるんで、その区別、まあ、つまり通常頭がいいとされている賢いと言われている人と真の賢者だというの区別がやはりちゃんとついてる、うん、アフリカ人の伝統的な考え方の中でもついてるっていったことを検証してみたりですね、それをそういった説話や民話を集めてくる研究をしていて、私が留学した時もそうしたいわば文化人類学的な資料を集めて、そこにこうアフリカ人の世界観とか、うん、人間観とかを見てくるっていう研究は多かったです。で、ポイントはですね、柳田邦男も折口氏のも、その日本で研究された場合、例えばある例えば漁民とか漁民のなんかこう海洋観みたいなのが仮に書かれたとしますよね。で、それ哲学と考えてたかというと、ただのその人たちの考えぐらいしか思ってなかった気がするんですよ。それを哲学とか生活をこう言えばこう、なんていうんですかね、変えていくような思想として柳田や折口が考えてたかどうかちょっとよくわからないんですね。そういう展開性と生活との連関といったものを加賀は考えようとしたと思うんですね。それで逆に言うと、日本でこの柳田折口が集めたものというのも哲学として扱ってみると面白い展開が開けるんじゃないかっていうのがあるんですね。やっぱ折口柳田の思想というのを加賀的に分析するっていうことがあっていいんじゃない。そうするといわば文化人類学と哲学の境界は曖昧になり、かつ私たちが、まあ、多くの人は本書かないわけですよね、うん、まあ、こんな本書くのはまあ一種のエリートであって恵まれた人間が書くんですけども、うん、重要な例えば海なら海、山なら山、田畑なら田畑での生活の経験と、そこでの自然観とか人間関係というのを記録した賢い考えってあるはずなんですね、うん、でそれがどのような形で生きているのかっていうのは、まあ、放置しっぱなしでなくなりっぱなしになっていると思うんです。語られてはいると思うんですけど、それをこう集めてですね、また私たちのこう思考の糧にしていくっていう活動があっていいんだろうと思います。で、加賀はそれをしたということです。日本ではないということです。なんか僕はこの加賀のやり方っていうのはすごくシンプルに、まさにアフリカを描き出すんじゃないかななんて結構思いましたよね。はい、まあ実際このやり方で研究してる人は僕が留学した時、まあ、30年前ですけどね、多かったですよ。もただもう膨大ですよね。あ、まあそうですね。で、言語もまあ大きく分けると、まあ、5、6個の系列になるとかなんとかいう話聞いたことありますけど、まあ、一つの国で何百万ですよね、方言が、まあ、私たちがこう文法書を作ってこれ以外ダメって言うから1個になるんですよ、言語ってね。それぞれ話したままにすればそれぞれがこう分かれていくわけなので、しかも言葉でどうも書いてないっていうのが、そうですね、結構書いてるってことはある意味で何かを固定するってことだと思うんですよ。そうですね。で、これは残るという良さがありますけども、考えてみると、ソクラテスはあえて書かなかった。そうですね。で、それは僕はソクラテスの専門家じゃないけど、彼は書くことあんま良くないと思ってたっていうんですね。そうですね。それは何か固定してしまうから。で、その師匠の範を破ってプラトンを勝ちに書いて、はいはいはい、まあ、固定して何千にも残ったわけなんですけど、はい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 、その書くことの私たちは メリットを言うし、実際メリットもあるし、文盲をなくすっていうのはね、うん、まあ、いい活動感かもしれないし必要だと思うんですけど、私はそれを得ることによって結構強烈に何かを失ってると思ったんです。ああ、いい、なるほど。だってね、入試なんかもみんな書く話テストってないですよね。確かに、はい、
でももうその形でしか入ってこないし、意外と使い方ももう決まった使い方でしか使えないですよね、はいはい、覚えて書くのが得意な人と喋ってその場でこうパフォーマンスするのが得意な人がいたとすると、前者圧倒的に、あ、後者の方は圧倒的に入手不利わけですよ。うん、そうですね。それでも実用性が本当にどっちにあるかとかいうことで言ったら意外と実際社会だったらこう、まあ、だからあのだから必ずしも就職はね、その勉強できる人がいいとは限らないみたいになるわけなんですけども、それはあの間違ってはいないことで、それはどっちかというと、まあ、残ってるので評価しやすいし、点数でなんかこう納得させられやすいっていう、受験 される方の大学側の事情で送付してるのであって、必ずしもそのそれが素晴らしい文化だからっていう理屈じゃないですよね。私たちはその意味であのアフリカの哲学と出会うことによって自分たちの持っている大きな可能性に気がつくんですよ。その今まで自分先ほど言った人間関係のことを中心にするっていうのは、どっかアフリカと日本は近いんだけどもどっか違う、うん、さっき言った書き文字よりも話し言葉を重視してそれを記録を留めてきたっていうその文化人類学伝統というのは日本にもあるし、うんうん、アフリカにもあるんだけど、それを哲学と考えることはしてこなかったねっていう、まあ、そういう意味でこう接することによって触発されてですね、やるべき仕事はどんどん見つかるというか、今までこう西洋の特に現代とばっかりこう付き合ってそれを読んで輸入してですね、あの追いかけをしてるんですけど、それも悪くはないけども、それいい加減ある程度までにして他の国、多分他の国は他の国で同じような発見がある、南米をやれば、あるいは東南アジアをやるならば同じような出会いがあるはずなので、それによって私たちはお互いに豊かになれるんじゃないかなと思います。